お疲れ様です。お疲れ様です。ミッチーチャンネルですね、今日は。はい、今日は初のミッチーチャンネル。はい。社長がいないんですよ、隣に。ピコピコハンマー。ピコハンがないと。僕がピコピコハンマー持ってこなくなって。今日は、はい。なんとベテラン職人と、はい。新人職人の、はい。まあ、足場の解体になるんですけど、はい、作業効率の違いっていうんですかね、はい、なんでまあベテラン職人だとこうやってやるけど、まあ、新人だとやっぱりずっと下で見とるんですけど、やってみたら実際そんな簡単にできないんだぜみたいな伝わったらなと思って、はい、分かりました。今日作業していただけるのが、が、はい、あ、私、塗り替え道場で頑張らさせていただいている方です。はい、そして私、塗り替え道場で爆速の男を目指す小山です。お願いします。小山さん、お前、全然爆速のチャミやんけ、お前。最初、まずベテラン職人のトシ君からちょっとバラしていってもらおうかなと。わかりました。はい。ちなみに、職歴20年オーバーです。あ、もう大ベテランですね。はい、あ、ちなみに、小山。職歴1ヶ月です。はい、まだ初心者マーク。では、早速。はい、早速ちょっと、はい、バラしていきます。はい。ちなみに今こうやってあるところまでバラしていきます、はい、3スパンと1200です、はい、僕キャッチ担当っす。はい、じゃあ下でミッチーキャッチ担当。ミッチーキャッチラップみたいですね。はい、お願いします。ちなみに、トシ君なんでここで止めるんですか。向こうまであるんですけど、いや、向こうまで行かない理由っていうのがもうこの先見てもらうと分かるんですけど、はい、こっちが中まで繋がっちゃってる状態で、今上も取ってないんですよね、そこまで。はいはいはい。もうこっち取ろうと思うんだったら、もうこっち奥まで一緒に行っちゃわないと、はい、ちょっと効率的に面倒くさくなっちゃうんで、なんで一旦手前で切っちゃって、こっちはこっちで別でバラした方がやりやすい。はいはい。が、1回で全部行こうと思えば行けるんですけど、はい、この暑さ、ちょっと僕の体力が持たないかなって。もう汗が滴り落ちてますしね。はい。ちなみにこれ軽々と思ってる、はい、柱なんですけど、14キロぐらいある。14キロ。13.4。どっちでしたっけ？13.4か5、4ですよね4ぐらいかな。まあ、すごい、こんな軽々、結構重そうですけど、軽々扱ってますね。自分の腰には体にきますね、これは。腰に一瞬っすね。早いっすね、やっぱり。で、ここの柱っすね。口振ってますけど、呆然と見せますけど、ずっと見てるな。営業がすごいです。お前多分こうなるぞ、お前。あ、すいません、もらっちゃった。これぞ職人という。これぞ職人ですね。はい、高いぞ、安全帯。ミッチー安全帯。ミッチー安全帯。お願いします。給料からひどくない。はい、どうも。じゃあ続きまして、小山さんのバラシを見てみましょうか。はい、どう。ちなみに初めて。初めて。初めてです。そう、いけるだろう。まあ、1m で、ね、楽だろう。余裕です、余裕です。あ、余裕だろう。じゃあとりあえずやってみようか。どっから行くの。どっから。どっから。ここから行きます。ここから。あ、奥から行きます。奥から。はい。手すりからやるの。手すりからやるの。全然違うやん。まあ、見てねえだろ、毎日。上げすぎるなよ。上げすぎたらお前傷つくな。そういうお前の見とるでな。はい、いいな。上に物が あったら、無理くり上げすぎると当たっちゃうで。はい。あ、見とる。取りたいときはハンマーで叩くな、片方。難しいですか。難しいです。
前さっき楽勝って言ってましたね。さっき楽勝って言ってましたね。見た感じすごい楽勝そうだったんで。大丈夫ですか、新人さん。大丈夫っす。もう多分これ見ても多分分かると思うんですけど、こんだけ多分難しいんですよ。すんなり、そうですね。これは持つところがあまりちょっとそこ危ないから。はい。もうね、気をしてください。ちょっと上見ながらね、ちゃんと。はい、上げすぎても当たるし、めくるとき変な風に角度持ってったらそのまんまへこんじゃうでね。はい、わかりました。ちなみにそれ何でできとるか分かっとる？これは板金、鉄。鉄だからへこんだら、はい、へこんだで、ね、今度あのすぐ簡単には直らんでね。はい。厳しいです。厳しい指導が。ベテラン職人厳しいですね。厳しいです。お客さんのお家預かってるんですからね。お客さんのお家きれいにするために組んだ足場が汚くして壊しちゃったら意味がないと思うっていうね。爪を外しては戻して外して外れないですじゃなくて外れますちゃんと。すいません。そう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 、初めてのお使いみたいな。いやお前これじゃあミッチーチャンネル出せんぞお前。お願いします。はい、2枚目取りましたね。もう多分トシ君バラ取ったんじゃない？もう2枚目取る間。これは多分、これ多分白、これ多分見てもらったら分かるけど、はい、素人なんです。もう一回やって。これ素人やり方なんで。はい。ベテランだとこんな感じでしたっけ。なるほど。背の手が届かないんで。はいはい。抜いてから。そうです。こう叩く。はい。届かないじゃないですか。こっち持ちながらこっち叩くなったらいいんですけど。はい。多分それができないもんで、1800だと。ああ。だもんで、最初にこう抜いて。で、こっちを緩めるみたいな。はい。で、最後に、こうやって。手で取ると。抜くみたいな。ああ。深いですね。そうなんですよ、これ。1本抜くのにも。難しいんですよ、1本抜くのにも。さっき楽勝って言ったんですけどね、全然楽勝じゃなかったです。あら、ビッグマウスですかこれ。ビッグマウスっぽいやばいな。初めましたよ、お前。確認します。これ、向井君、はい、戻ったらあかんでしょ。はい。ここですか。ビッグマウスっぽいやばい。簡単だったんですか。めっちゃ難しいです。めっちゃ難しいですか。もうやめますか。もうちょっともうちょっとやめますか。ね、こやますよ。はい。もうないよ。もうないよ。ないよ、大丈夫。何してない、何してない。何もないですよ、何もないですよ。何もない、大丈夫か、本当に。柱、取れると思ったの。ここまであるんだぞ。じゃあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした。爆速の男への道のりはまだまだ長いです。長いです。長すぎます。わかりましたかね、このベテランと新人の違いっていうのが。いや、もう一目瞭然でしたね、本当に。そうですよね。はい。なんで本当、全然見てないんですよ。まだまだこれからなんですけど、でも最初はやっぱでもそんなもんですね、みんな。はい。やっぱりどこからこうバラしていいかっていうのもわからないですし、やっぱ徐々にやってってっていうので、まあ今回ちょっと初めてのバラシなんで、加山くんの、はい、これからちょっと期待して、ちょっとずつバラしていくのをちょっとやらしてってね、どん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 ちょっとそれ動画撮っていこうかなと思ってるんで。成長記録として。成長記録だよ。1年後にはもう爆速だろ。爆速3。爆速3です。うん、初代爆速抜いて。はい、わかります。2代目抜いて。2代目俺だからね。そうだよ、そうだよ、2代目だよ。爆速ミッチだから。また見てね。